発電機とあとまあ草刈り機とかまあいろいろまあ修理しとったんでまあそれですね7年ぐらいしましたね。で2個先輩です。あ、そうです、ね、職場の先輩だと、はい、今の職場の今ではないですね、前、前の職場ですね。そうですね、はい。どんな作業になるんですか。ですねエンジンの部品を変えるんですけどバラして掃除して。はい、どうも、鳥木島タオルです。お願いします。見てください、このキャブ見たことないな、こんなんな。バラせるかっていう感じですよね。そうな、ポポリ取れるな。うん、がっつりだな。がっつりだよ。いや、もうキャブだけにするけ、うん、それも燃料ホース、うん、で、あともうスロットルの辺、うん、まあ、それ取っていったら。そうな、そんな難しくなさそう。とりあえず、とりあえず今のところは取るのはな、取るのはまあそっからだけ問題は、うん、ほんとそう。取り抜けないと。そうそうそう。取れましたか。取れました。ありがとうございます。バブルターです。いやー、これはすごいよ。発電機だったりその草刈り機も、まあ、同じものがついてるんですけど、バイクのこのキャブレターはちょっと初めてなんですよ。30っす。緊張してる。いや、だいぶ慣れてきた。慣れてきた。だいぶ慣れてきた。ぶっちゃけでいいっすかね。ぶっちゃけでいいっすかね。有名になりたかったです。有名人になりたかったです。まあ、いろいろ上げとって、まあ、再生回数全然伸びんだけどみたいな。でも、親父に相談しとって、まあ、龍馬さんにも、まあ、結構仲いいんですよ。その龍馬さんと親父と僕、まあ、3人でも結構話すことが多くて。まあ、その中で親父がちょっとまあ一言言って、お前らも修理できるだけ修理やればいいわみたいな。ではかしこまるけ、俺平井重の場合は。では次はどうぞ。カメラ目線ですか。はじめまして、鳥取県 YouTuber のトーリです。平井重さんにちょっと伝えたいことがありまして、僕自身が鳥取県で生まれ、鳥取県で育ち、今も住んでるんですけど、その山陰地方、鳥取島根をやっぱり盛り上げていきたいんですよね。 YouTube を通してその鳥取県島根を盛り上げていきたいんで、鳥取県知事コラボお願いします。着るのか着るのか。山田どうする？まあ、片腕入れてみるとか、とりあえず。ああ、うん。入らんね。入らん。入らんぞ。入らんか。入らんか。じゃあすいません、お返ししますわ。いや、嘘っす、嘘っす。嘘っすよ。嘘ですよ。通り。